エレナは、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、ベリコタルノボ州に属する。バルカン山脈の中心に位置し、ベリコタルノボから南西に42キロメートルである。地域は、鉱山リゾート地と地元料理で知られる。ゴルナオリアホビサからの鉄道線の終点がある。エレナは15世紀以前に形成された集落である。 18世紀から19世紀の間、エレナは、職人と交易、教育の中心地として発展した。民族復興期の建築物群が保存されており、保存されている家屋は合計で130に上る。壁が隣り合う建築は、魅力的な路地風景を作り出している。家々は、石の土台と白塗りあるいは木の壁で作られ、上の木座橋は外側へ張り出している。 バルカン山脈中央部の風景、エレナ、ブルガリアエレナは、美しい景色に恵まれた町であり、樹木の豊かなエレナバルカン山脈の淵、エレナ川の渓谷に位置している。エレナの北には、丘陵地帯があり、南は、バルカン山が脈である。町の北には、地下に丘陵があり、松の木の中に、かつての気象、健康学校の建物がある。丘の上には、 石灰岩や砂岩でできた高台がある。エレナの街の起こりに関して多くの伝説が残されているが、その中で最も興味深いものに二人の愛の物語がある。その伝説では、バルカン山脈の中の原生林に一つの小道があったと言われる。幸せな新婚の夫婦がこの小道を通った。神父はクピノボ出身でナオエレナといい、新郎は トブルディツァ出身で名をサムイルと言った。彼らの結婚式を山賊が襲撃した場所が、今日のエーレナの街の場所であったという。襲撃者たちは女を取り込むことができず、彼女は、粉式や橋の前で殺害されてしまう。彼女は、クルスタと呼ばれる場所に横たえられ、後に、教会の敷地へと移された。サムイルが後に首を切られた場所は、 サムイレツと呼ばれるようになった。サムイルの両親は、息子の死を深く悲しみ、この土地を、神父の名を取ってエレナと命名し、居住するようになったと伝えられる。1430年以降、町は、ストルメナとエリアナとして知られている。町は、工芸と工易、文化的な拠点として18世紀から19世紀にかけて発達した。ブルガリア民族復興において、 町自身もその市民も大きな役割を果たしてきた。エレナの人々はこの時代の大きな出来事のほぼすべてに関わっていると言われ、例えば1835年のベルチョ事件、1862年のタルノボ放棄などに実際に関わっている。町には1834年に創立されたかつての学校、ダスカロリブニツがあり、未来の教師たちがここで教えを受けた。 現在では展示施設として改装されている。聖ニコライ聖堂は16世紀の聖堂で、価値の高い壁画やアイコンを有している。三つの新郎を持った、聖神城就寝聖堂は1837年に全体が完成した。時計塔には古いからくり仕掛けがついており、町で最も高いところに設置されている。エレナの町はかつて、ブルガリアのベツレヘムと呼ばれた。 それは、町に三つの教会があったためであり、この当時の他の町ではあまりない光景であったためで、ある。エレナで最も神聖な場所は、聖ニコライ聖堂であろう。聖堂は16世紀には、すでに建っていたことが確認されている。ドイノグラマティックの詩編には、この本は1518年、聖ニコラ教会に捧げられると記されている。 教会はその頃にはすでに図書の収蔵があり、エレナとタルノボ文学校との架け橋となっていた。教会には多くの古い洋妃氏の手書き文書が収蔵されている。また教会にはそれらの図書を維持し、他に貸し出す専門の新品がいた。聖ニコライ聖堂はエレナを取り巻く村々の中で唯一のものであった。村人たちは普段の方針例を地元の 小さな教会の敷地内で受けていた。彼らは、彼らの成人の日には、生体礼儀をした。彼らは航路を使用しない代わりに、割れた屋根瓦の上にある、台の上で甲を焚いていた。周囲の村人たちは、日曜日には、聖ニコライ教会のあるウェレナへやってきた。教会の日は後に、市場の日となった。その後、村人たちは年に3回、 それぞれ3日間にわたる祭りを始めるようになった。1800年4月23日の聖ゲオルギの日、エレナはムスリムの部族に襲撃され、聖ニコライ聖堂は収蔵していた多くの図書と共に焼き払われた。オスマン帝国の当局の許可なく、エレナの人々は聖堂の再建を始めた。彼らは秘密のうちに40昼夜で聖堂を再建した。 彼らは襲撃者の興味を引きつけないために地面に穴を掘って聖堂を地中に埋め込んでいた。1804年、豊かな人や貧しい労働者たちからの多くの寄付によって聖堂は元の姿へと再建された。聖堂の再建にはハッジーバン・キショフによって指揮された。キショフはイスタンブールにてスルタンの母に拝謁し、エレナの人々の納税の見返りとして、 彼らを救済する必要があると説得した。地域の公益の監督者が、エレナに違法に聖堂を建築していないか調査を、命じたと知ったハジイバンキショフは、一晩のうちに、石灰と木炭を解いて、聖堂の外壁を覆った。これによって、壁は古くすすけて、見えるようになった。キショフは、調査団を丁重に迎え入れ、30枚の金貨を渡し、 聖堂を示してこう言った。我が政府を還元する。エレナの人々は聖堂を建設したのではなく、既存の古い脱穀状を修復しただけであると伝えてほしい。聖堂の外観は要塞のようである。壁は石造りで1メートルの厚みを持っている。小さな窓には鉄の格子があり、祭壇は銃眼のようである。扉は厚い多くの板を鉄で打ち付けられており、 頑丈で独特の気候で施錠されている。屋根は重厚な石板で覆われている。聖堂は1805年3月25日の生新女福院の日に正規用紙された。祭壇の左側に建てられた石碑には、聖堂は俗に焼き払われた後、元の姿へと再建されたとある。しかしながら、収蔵されていた歴史的な書物の一室は大きな損失である。 土井のグラマティクは12人の教会への寄進者の名を記録している。そのうちの一人は、ストヤン・ミハイロフスキがいる。ストヤン・ミハイロフスキは、イラリオン・マカレオポルスキの父親である。現在では、聖堂には340の古い書物が収められている。エレナ出身の有名な遺恨画家であるダビトと、ヤコフによって、聖ニコライ教会は、完全に装飾が施された。 彼らは1817年から1818 18年、頃に装飾を完成させた。壁画は荘厳なものであり、国家的な文化遺産となっている。モラフの聖、メトディー、ソフィアの聖ゲオルギ、ノビ、セルビアの聖サバ、オフリドの聖クリメントなどの遺恨がある。オフリドの聖クリメントの遺恨はブルガリアでも、マケドニアでも稀なものである。木造のイコノスタシスや、 主教の席も、また価値の高いものである。より新しい聖堂である生新女就寝聖堂は1800年に、ルセタルノバ地区の統治者であるスマイルアガの認可の下で建造された。この聖堂は1813年により、本格的なものに改修された。時が経つにつれ、木造の建物は、町の需要に応えきれなくなった。エレナの人々は新しい。 より大きな聖堂を作ることにした。彼らは、要塞の城壁、枯れ戸を取り壊し、その石材を利用することにした。彼らが、この決定をした理由に、要塞に、トルコ人が住み着くのを阻止する目的があった。聖堂は、エレナにほど近いボレルチ出身の職人ミホによるもので、ある。建物全体と、その建造、素材。 詳細な美術的装飾、特に内装には市民たちの自信とこれを手がけた美穂の情熱や勇気がよく現れている。彼はコリュフチェトと同時代の人物である。建設は1836年から始められ、1837年に完成した。聖堂は同年の8月28日に正規を知された。教会が修復された1861年。 そのことを示したものが、西の壁のコーニスの上に残された。手狼は、独立した建物となっており、1912年に建造された。1925年、生新城終身協会はその素晴らしい芸術工芸の一部を、火災によって失った。火災によって、イコノスタシスが消失した。新しいイコノスタシスは、ゴルギキロフによって作られ、イコンは、 エレナ出身の芸術家、フリスト・ベルベロフによって作られた。三つ目の教会は生真珠誕生聖堂で、聖ニコライ聖堂と同様に多くの財産を持っており、町と共に発展してきた。1812年、小さな聖堂が、ハッジ・オルダン・ブラダタの監督によって、ハッジ・パナヨト及びハッジ・リミタル・ラスカノフによって、寄進された土地に建てられた。タルノボでは、 またしても聖堂が秘密裏にスルタンの許可なく建てられたと報告された。ハじじヨルダンブレダタは調査団による査察を前に建物の外観を偽装した。ヨルダンブレダタは小屋を建て馬を聖堂に繋ぎ止め聖堂を馬小屋に見えるようにした。聖堂とその近くに建てられた小室は主に若い修道所のための修道院として使用された。 伝説によれば、ヨルダン・ブレダタの妻は、ブレダタが、公主刑に処された後、修道所としてこの修道院に入ったと伝えられる。ベルチョ事件の共謀者たちは、プラコボの聖イリア修道院ヨルダン・ブレダタの遺婚の前で宣誓した。1859年7月20日、生新庄誕生聖堂の木造の壁は火災によって焼き払われた。彼らは、 新しい聖堂を建造し始め、1865年に完成した。新しい聖堂は、若い職人のコリオ・ペトコフによって作られた。コリオ・ペトコフは、トリアブナ出身で、コリュフチェトの弟子である。翌年、聖堂の隣に作られた新しい部屋は、女子学校として開設された。学校は1894年まで機能した。 1877年11月22日のロト戦争において街は破壊され略奪者によってイコノスタシスは破壊され聖堂の外に穀物貯蔵庫が作られたブルガリアの伝道者たちと題されたイコンではスラブ語による伝道者でブルガリアのアシトである聖キュリロスと聖メトディオスが描かれ教会の重要な財産であったこのイコンは 1866年に、エレナの人々の求めに応じて、スタニスラフ・ドスペフスキによって描かれたものである。イコンは15年にわたって教会に保管され、その後公立学校に送られた。現在ではこのイコンは、町の文化、歴史複合施設ダスカロリブニッツァに収められている。1966年、聖堂の建築が補強された。 北の扉の上にある教会の壁画の復元によって、教会の守護聖人である聖ニコライを描いた浮き彫りのイコンが埋め込まれた石のスライドと共に見つかった。1987年、聖堂は完全に復興され、訪問者に開かれた。彼と要塞の後は、エレナの上の丘に位置している。クルジャリ襲撃の頃、そこには巨大な石の要塞があった。その頂点には、 見張りがいて、クルジャリの襲来に目を光らせていた。見張りは、クルジャリの襲来を発見すると、警告を発して知らせ、すべての教会の鐘が鳴らされる。これによって、レナの人々は速やかに、カレトに向かい、略奪者の襲来から身を守る。クルジャリによる、略奪活動が終わると、彼と、要塞は、オスマン帝国軍の駐屯地として使用された。 1836年、生新女性誕協会が建造される際、解体された彼との城壁が建材として使用された。147の文化的造形物が保存され、うち七つは国家的に重要な遺産に指定されている。エレナの町には6000を超える民族学的遺物、780の民族復興やモダン芸術の作品、 多くの古代の文献が保存されている。エレナには自然の遺産も残されている。エレナ基礎自治体にはその中心であるエレナをはじめ以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。